京急に揺られながら浜町沿線ダイヤに細山さんと行く旧東海道祭りの旅。イエーイ。あ、どうもおはようございます。何をしてきたならもの見えるしてきたぞ。ダイアリーの遠征団の細山あさみです。よろしくお願いします。いつお世話になってます。お世話になっております。今日は浜町遠征ダイアリーの母体である、横浜市中区にあるお弁当屋さんがあるんですけども、はい、そのお弁当屋さんと一緒に今日はプサンの、詰め放題を私の市場の藤岡市場の一緒に開催しています。ワンコインなんですよね。はい、500円で詰め放題企画をしていて今、すごいですね。パツンパツンで入れて大変お買い得な状態。なんとこの人の詰め放題が、はい、たった500円で。そうですね、穴子の一本揚げとかもあるので楽しみにしています。はい、じゃあありがとうございます。それでは早速星山さんと一緒にレッツブライ旅。はい、あらららら、手前の奥さんずいぶんたくさん入れましたね。大体想定は12、3個で、ほらってなでしょ。そんなに入れちゃって弾力にゃんにして、負けずと後ろの坊やもたくさん詰めています。たくさん食べて大きく育つんだよ。この床屋さんで売ってる500円の大きな釜を後でいただきました。肉みたいでとっても美味しかったです。